ブロッケン現象。御嶽山大滝頂上にて飛行機から見たブロッケン現象。ブロッケン現象とは、太陽などの光が背後から差し込み、影の側にある雲粒や霧粒によって光が散乱され、見る人の影の周りに虹と似た光の輪となって現れる大気光学現象。降臨、ブロッケンの妖怪などとも言う。ブロッケン現象は霧の中に伸びた影と周りにできる 虹色の輪の二現象をまとめて指している。両者とも霧の中の至るところで起こっており、霧が見る人の間近にあるとき、奥行きと巨大さを感じる場合がある。虹に比べて、見かけの大きさは10分の1程度と小さく、光の輪は何重にもなる場合がある。また、見る人の影が十分小さければ、中心点にも起点が見られる。内側は青色で、外側は赤色。 水滴が起こすミイ産卵の後方産卵が光の色によって異なる角度依存性を持つことによって起こる。ミイ産卵を起こす粒子は雨粒に比べて非常に小さい。自動車のハイライトによるブロッケン現象ブロッケン現象は山岳の気象現象として有名で、尾根の日陰川かつ風上川の急勾配の谷で山肌に沿って 雲がゆっくり早がり、両線で日光に当たって消える場合によく観察される。その他にも航空機から見下ろす雲や平地の川切り等に現れることがある。航空機からブロッケン現象を撮影、観察しようとする場合は、席は太陽の逆の席を取る方がいい。朝方か夕方がいいが昼でも見えることがある。稀であるが飛行機のスクリーンに映し出されることもある。 条件が合えば、平地でも観察することができる。例えば、福島県奥会津地方の只見町は、標高500メートルの平地であるが、ダムがあるおかげで、夏の朝、川切りが発生する、晴れた午前6時から8時にかけ、ブロックン現象が見られる。雲が背景にされ、日光だけではなく、自動車の投稿でもブロックン現象という、大気光学現象が観察される。 ブロッケンの由来は、ドイツのハルツ山地の最高峰ブロッケン山でよく見られたことに由来する。この名称は、ドイツの自然科学者、ヨハン・エッサイアス・シルベルスラグが1780年の論文に記述したのが最初とされている。欧米では、ブロッケン現象で出現する影を妖怪と捉えて、ブロッケンの妖怪とも称されている。一方、日本ではご来号。 山の五光、ふっつの五光、あるいは単にお光とも呼ばれる。日本ではこの現象で出現する影は、阿弥陀如来と捉えられ、冠無料受刑などで解かれる、空中充実の姿を表したと考えられていた。前田直樹山形大学客員教授はこの現象に、世界で初めて名前を付けたのは、では散山の主言者であるとの説を2017年に発表している。 ご来合については、やりがたけ解散を果たした、総派、高氏の前に出現した話が有名である。ありがとうございます。